ブラック企業被害対策弁護団ではいわゆる残業代ゼロ法案、定額働かせ放題の反対のためのキャンペーンを実施しております。残業代ゼロ法案は過労死促進法案とも言われており、非常に危険な法案でございます。ぜひとも今国会での成立を阻止しなければならないと考えております。いかがでしょうか。ミッドカメラ有楽町店、本日は世界中からおいしくてお買い得なビールを多数多数ご用意させていただいております。さあ本日世界お酒コーナーにおきましては、ビールのほかドイツやベルギーなど世界42カ国から集まりました。合計で320種類ものビール、大きくは2つあるんですけど、1つは残業代ゼロ法案と言われているその理由になるようなもので、一定 の労働者に対して残業代を払わないでもいいようにすると、こういう内容が含まれています。でこの内容はですね、年収が1000万以上というようにちょっと高めに設定されているんですけど、本音はもっと低いところに、狙いはあるので、こういったものがですね、一旦入ってしまうとアリの一穴じゃないですけど、じわじわと広がってしまうと。で派遣法も同じように広がってきてますので、労働問題というのは一度こう広がってしまうとなかなかそれが止められないので、絶対にこのたとえ1000万以上の人を対象にしても入れさせてはいけないということがまず第一点。もう一つがですね、裁量労働制といって今でもある制度なんですけど、それの対象を拡大しようとしています。これは例えば100時間働いても10時間みなすとしてしまえばそれで済んでしまうという法案の、法律なんですけど、その対象者を拡大しようというのが今回の中身に入っているので、その2つが大きな点ですね。この国会では成立するっていうのはちょっと難しいだと思います。派遣法が引っかかってますので、ただもう衆議院派遣法通っちゃってますので、もし衆議院でこの問題が審議入りすれば、この国会まだ会期長いですから衆議院通過させることが可能なんですよね。でそうすると秋の臨時国会で参議院だけ通してしまえば成立してしまいますので、この国会に審議入りさせないということが非常に重要なところだと思っています。長時間労働っていうのは、労働者の命とか健康の問題だっていうことをもっと多くの人に知ってもらいたいと思いますので、みんな過労死がいいっていう人は誰もいないはずなんですよね。ですからその過労死を誘発する法案だっていうところで危険性を知らせて、ぜひ阻止したいというふうに思っております。